東芝はは去年7月にににに開催しし、ししたたたた。株株主主総総会会関する調査報告書をを公公表し外部のの弁護士かかららが公正に運営さされれものととと言えないと指摘こ明ま調査を行った外部の弁護士は 東芝と経産省が一体となって、筆頭株主の投資ファンド、エフィッシモキャピタルマネジメントの株主提案権の行使を妨げようと画策したと指摘しました。また、報告書は、当時の投資場の車谷社長が、当時官房長官だった菅総理に対し、株主総会の対策について説明していたと推認されるとしました。これに対し、菅総理は事実関係を否定しました。 全く象徴しません、そのようなことはありません。